今回上田からもののチャンネルでは前回に引き続き高木様のグランドウェアでの様子をご紹介していきます。前回の動画を見られてない方はそちらもご覧ください。 MN21 コーポレーションさんのブースに来ました。新商品何か紹介していただいてよろしいですか？はい、米一発角度職人という商品です。皆さんがこういった飾り棚つけたいという時に、45度で切断して実際こういったところに45度の飾り棚をつけたいと求めするんですけども、実際やってみるとこうなっちゃったりこうなっちゃったりして、その合わせ目が非常に難しいというところがあるんですよ。で実際の現場の角度が90度じゃなくて、まあ、89度だったり90何度っていうところでこういうなどになるのは当たり前 でそれを大工さんはすり合わせして合わせるわけなんですけども、この角度職人は実際のコーナーの角度をこれで取ります。取りましたらこれが地図角度になりまして、このガイドがその半分の角度を出していただくくれます。ですから現場で取りました角度、それをこのガイドを利用してここで2本下ろしてもらうんです、はい、そうしますともう1本もこれで下ろしてもらう。そうしますとそれに合った普通のものが簡単にできてくるという商品です。で例えば今度は余りかまちのフロアの合わせ部分なんですが、今度はこれで角度を取っていただく。でこれは地図角度を利用すればいいもんですから、こちらのガイドがこちらのガイドを利用しましてこれで戻していただく。そうしますとこういったものでまた次の角度をこれで取ってもらう。でこのガイドを利用してこれで取ってもらう。そうしますとこういったもので、今度はこういった角度もですね、ここで一度取っちゃうんです。そう取りましたらこれをこの角度をけがきます、はい、でけがいて次はこの角度を取ります。取ったらこの寸法のところにちょっと印します。で今けがいたところにこの寸法のところを持ってきてくれるんです。そうしますと簡単にこういった毛掛け線ができてくれる。でこの通りに切っていただくとこういった簡単にこういったものができてくれる。でその後もこれで取ってもらってこれで落としてもらうとこういったものが簡単にできてくれるということで、こういった幅の狭い材料は簡単にまた取ったら型取ったらこうできるんですけど、例えばお客さんこういった尺材の時に型取りました、ところがここで足りないんですよ。でこれをもう一つここで開発したのがこの定規、これをはめることによって取ったものをそのまま尺材に切れる。もうこれを実際の現場で取った型をこれが丸のこ定規になるという。でそのまま丸のこ定規として使える。米角度もそうです。ここで取りました、そしたらこの角度を利用して今度こっちのガイドを利用してこれで戻ってもらう、はい、そうしますとそれに合った米もできる、非常に素晴らしい商品。説明ありがとうございます。とても様々な場面で利用できる。そうですね。あと もう一つできるのが、はいはい、ここに抜き文字で8765ってあるんですよ。例えばこの5のところにこのレンズを持ってきます、はい、持ってきますとこれ五角形になるんです。ですからこういったものがこのところに合わせたことによって五角形できちゃうんです。
これ自分で作ったんですけど、はい、こういったこともできますよ。で、6に合わせたら六角形になりますよという、はい、そういったこともできますね。とても分かりやすい説明ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。今回新潟ジェキさんのブースに来ました。最近のおすすめ商品をお願いいたします。はい、当社の方のおすすめ商品はこちらの時短ゼロ、こちらになります。はい、こちらの特徴はどんなところになりますか？はい、このようにですね、もともと従来型のこういうお皿タイプの方が出てましたけれど、こちらのステンレスよりもお持ちいただいてよろしいですか？はい、軽さどうでしょう？はい、全然こっちの方が軽いですね、シートの方が、はい、軽いというのが特徴なのと、あとこちらですとどうしても腰にぶら下げた時に、はい、こう壁であるとか柱に当たってしまうと傷つけるということもございますけれど、これですと当たっても全然傷つけることはございませんよという商品になってます。で、さらに一応こういう風にですね、マグネットが4箇所ついておりますんで、ビスであるとかステープル、あとはこういうワッシャーであるとかというのを付け分けることができますよというのが特徴なのと、最近ですとこういうロールビス、高所に持っていくときになかなかケースなかったりであるとか持ち運び大変だというのはありますけれど、こちらの方もですねマグネット強力ですんで、このままつけていただいて高所に上がっていただくことができますよという使い方もできますんで、非常に便利な道具というふうになっております。ありがとうございます。上田金物